胃袋ちゃん、こんにちは。日本全部の市区町村を通過中の原由香です。今回も五島列島地獄崎編5本目です。もうね、福江港から博多港へ向かっているところになります。これは太鼓というフェリーに乗っています。立ってみるとこんな感じ。私は158センチです。で、早速この寝床を作ってみようと思って、こうシーツをね巻いてマットレスをこう敷いたりしてるんですけれども、私別に夜行便に乗ってるわけじゃないなと思いついて、じゃあこのマットレスにシーツを巻いて椅子にすればいいんだと思ってやり直しております。でこれで、立派なですね、とてもリラックスして座れる椅子が完成しました。イエーイ。はい、4列でございます。だから左右にあるんで8席ですね。はい、ピクブス君も乗せてみました。いやー、この船ね、本当に飽きないですね。景色がかなり変わること、島が見えることとか、あとこの船自体も広くて大きくていろんなものがあるので飽きないです。大きなお花がねどどんと飾られていたり、もう本当にね豪華です。もうホテルっぽいよね。ホテルのロビーみたい、そんな感じの作りをしております。もう結構座ってる人いましたよ。でゲームルームに行ってみましょう。こちらなんですけれども、ちょっとねゲームっていうか大人向けですよね。私こういうゲームはやったことがないですね。すごいピカピカしてて、子供がやってるイメージは全くないゲーム機でした。そしてお土産買いました。そしてお弁当はこちら。まずですね、このアナゴの握りが265円ってどういうことっていうぐらい安いので、これは即買いました。そしてこの柏おむすび弁当ですね。もう柏飯大好きなんですよ。あとこの長崎県で作られたオレンジみかんジュースとか、あとはねお箸がなかったんでお箸買いましたそんな感じのラインナップです。で、お醤油も買ったんですけど、ピクルス君にちょうどいいサイズだなと思って取って遊んでおりました。で、あとは港でね練り物も買いました。はい、いやー本当にね、島の近くを通るときはこの岩肌みたいなのもバッチリ見えるので、あーすごいなー、なんかなかなか見れない風景だよなーって思いながら楽しめるんでいいですね本当に。でやっぱ海だけがドーンってなってる景色だとさすがに太陽ぐらいしか変わるものがないので、ちょっと退屈だなって思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、このルートはね島が結構まめに出てくるというか、そういうところばかり通ってるので全然景色を見てても飽きないし、船の中も広くていろんなところがあるから飽きないんで、7時間乗っててももう全然平気ですね。でこの日はね、曇ってるところと晴れてるところのコントラストがすごくって、すごい青緑みたいなエメラルドグリーンな海のところと、ドヨーンとした海の色のところと、すごいねくっきり分かれてて、すごい不思議な日でしたね。雲ってなんか分厚くドーンとかかってて、穴が開いてるみたいな、そんな日ってあんまりないような気がしてたんですけど、私が気づいてなかっただけなんでしょうか。さて目の前にね橋が見えてきましたね。こちらはですね、若松大橋という橋なんですけれども、全長522メートルあるそうです。船内に通過時間の案内も貼ってあります。はい、だんだん近づいてまいりました。いやなんか大橋って何メートルからが大橋なんですかね。よくわからない、500メートル以上は大橋なんだろうか。はい、この橋の裏側に
差し掛かってまいりました。私は今すごい反っています。めっちゃ反っています。もう手が限界です。しんどいというところまで頑張ってみました。はい、車も通ってますね。フェリーはね、こういう橋の裏側が見えたりするところも魅力ですね。で、ここにはペットルームもあったし、で、こっち側に私初めて見たんですけど、釣り竿ボックスがありました。やっぱ釣りしに来る方多いんでしょうね。さあ、こんなエリアを通っています。すごいもう島だらけっていう、なんかちっちゃい島と島の間を行くんですね。動画だと曇って見えますが、むちゃくちゃ南国の日差しです。眩しくて目は開けられません。もう南国の日差しから逃げるように船内に行きます。はい、ここは電波がなかったです。なんでだろう。あ、やっぱりあの島に囲まれてるところはいいけど、やっぱりあの出ちゃうと揺れるし電波もないんですね。はい。浜口水産の練り物をいただきます。これね、なんかちっちゃいのがいっぱい入ってて500円ぐらいだったかな。すごくいいのでぜひ食べてみてください。まだドリンクに手はつけていません。はい、港に到着しました。今回の、ターミナルは和風です。独特、こういうの初めて見た気がする。いやー、いっぱい人いますね。たくさん乗られる方がいるようです。8人部屋貸し切り状態も多分ここで終わりでしょうね。いや、めっちゃ晴れてる。やっぱね、雲がないだけですごい晴れてるの伝わりますね。あの動画だとどんなに暑くてどんなに眩しくても雲があるというだけでなんかね、眩しさが伝わらない。なんでだろう。ほらほら、いやー、これは本当にいい感じですね。私気に入りました、この港。そして、前日の移動距離はですね、1196.9km ということで、やはり今1200近く移動しております。やっぱり九州まで来るとそういう感じですね。北海道もそんな感じかな。でも北海道はね、場所によると思う。あの位置によって随分変わるからね。はい、いやーもうほんと。いい天気、いや、このいい天気が伝わる動画が残っててよかった。あの眩しさは一体何だったのか。さて、私がどこに向かっているかと申しますと、展望ラウンジに、向かっております。ここがですね、すごく綺麗ということで、なのであのグリーン和室を取ったんですよ。いやー、すごい。そしてこういうね、あのゆったりしてる席もあったり、もうなんかめっちゃおしゃれです。とってもゆったりできます。で、意外と人もいません。はい、こんな感じでね、あのピクルスくんが船旅を満喫しているんですけども、いやー、もうマジで海空夏って感じですね。福江から博多まではこんな感じで進んでいきます。いやー、7時間あるだけありますね。頭上に浮かぶ光るお花はですね、色が変わります。もう天井にいるので気づかない方は気づかないかもしれません。でも私はこれ一番白色の状態が綺麗だなと思いました。さあ、また電波がないっていうお知らせいや、でも電波ないけど、もうさ、次のさ、港に着いてる感があるので、まあ、そのうち電波復活するだろうと思っております。王子河口に到着しました。いや、なんかあの人がさ、乗り降りする、あのグニューンって伸びてるのかっこいい。なんかガンダムっぽさはある。ガンダムっぽさあるってなんだかよくわかんないけど。はい、ターミナルに着きましたよ。そして王子課長の色が変わりまして、プラス 0.1% 68.6 になりました。そしてさらば王子かというところで、今回はここまで。はい、ご視聴いただきありがとうございます。評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、この旅全体の成果は 0.2%、 現在の達成率は
68.6% です。前回より1市区町村増えております。はい、いやー本当にね、船旅は久しぶりですからね、もうなんかすごいゆっくり楽しめた気がします。あとデジタルデトックスしたいけど、やっぱついつい見ちゃうなっていう方はですね、ぜひ船旅をされると強制的にあのデジタルデトックスせざるを得ない状況に追いやられますので、それはそれでいいかもしれないです。まあそれは飛行機にも言えるから、飛行機はたまに Wi-Fi 使えたりもするけど、まあ動画が見れるレベルの Wi-Fi がある飛行機ってないと思うから、まあそう考えると、飛行機か船に乗るとデジタルデトックスできるんじゃないでしょうか。ということで、また来週、はるゆかでした。バイバーイ。